中国では有名な、ね、とこに来ましたね。万里の長城再現したどこらしいですか。どんな感じなんですかね。1573年から1620年の間に建てられたと言われる。というわけで今回もよろしくお願いします。今日はとある場所にある珍スポットのご紹介ですよ。券売機なんですか、はい、なんだ券売機か。しか結構高いな。あ、すいません。さあ、やってきたんですけど、もうね、すでにこんな状態で、フランスの凱旋門。なんだこれは、もしかしてフランスにあるやつですか。そうですね、結構完成度が高いですね。すごいな、これは岡山の農場公園ドイツの森を越えますね。という場所に来ました。姫路市内から少しは離れた山の中にあるのですが、かなり謎な場所ですよ。この公園2つのエリアに分かれており、石のエリアには世界の石像や建築物70点を展示、上のエリアには山上に中世ヨーロッパの古城をモチーフにした白鳥城がそびえる。公園は社会福祉法人愛光社会福祉事業協会によって運営され、また同施設は障害者の雇用の場にもなっており、入場料等の収入は障害者への給与等に充てられている。ちょっと中国っぽい感じの。これはもしかして有名な、ここはお化け屋敷かな。歴史の教科書で見たことあるな、実物大のサイズだって。というわけで、そこね、中国では有名な、結構すごいですね。何とも言えないですけど、よく歴史的に、歴史の教科書でよく見てたんですけど、このままね、実際再現されていると思います。次行く動画、万里の長城っていうのがあるらしいんですけど、いや、さすがにやっぱ万里の長城ですよ。なかなかね、再現するのもちょっと大変かなと思うんですけど、ちょっとね、行ってみようかなと思います。さあ、始まります。万里の長城再現したどこらしいですか。どんな感じなんですかね。万里の長城ってこういう感じなんだ。でもすぐ攻められそうだ。感じか。はい、続いての、
チャイナなお寺、1573年から1620年の間に建てられたと言われる、実在する寺だそうです。あれ実際これはどういう、まあ、ここにおいて実際建物だけの施設なのか、それともなんか定期的にイベントやったり中に入れたりするんですかね。ちょっとこれだけだったらなんかもったいないなっていう、何がなんかありますね、建物が。なんかね、もうこれもこのエリアが中国のエリアなというわけで、まあね、ここがね一体どんなところなのかということがちょっとは分かってくれると思うんで、でまたねここ以外にまた違う場所があるんですよ。まだちょっと離れてるんですけど、歩いて3分ぐらいの、モノレール乗り場。これからお城があるエリアに行くよ、楽しみだけど、お城の中には何があるのかな。到着までに時間がかかりそうだな、早送り。到着しましたよ。このお城建てるのにものすごいお金がかかってそうだな。
というわけでご視聴ありがとうございました。今日はよくわからない謎に包まれた感じで終わってしまいそうですが、ぜひ行って謎を解き明かしてみてください。それではさよなら。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。